学でショベルパス、前パスは成功しましたが早稲田大学のディフェンスが早く約1ヤードロス。関西学院大学サードダウン、コアマックスは僕の構成より、ワイドレシーバー8の1番、アメリカ公へのパスが成功、約16ヤード選手の完成が見てくるファーストダウン、エンドゾーンまで残り約8ヤード。チームタッグマッチと早稲田大学前半1回目、ここで早稲田大学前半1回目のタイムアウトです。前半の持ち時間は10分15秒。第2クォーター